若草物語。お父様はいつ戦地から帰ってくるのかしら。兵隊さんが苦労しているときに私たちばかり無駄遣いするわけにはいかないわ。ええ、だからクリスマスのプレゼントはやめましょうというお母様のお考えにみんなうなずいたじゃないの。それはそうだけど、でも姉妹たちにはそれぞれに欲しいものがあった。フランス、パリの郊外。待て、俺の名はダルタニア、ガスコーニのタヌムの生まれだ。つまりかなりの田舎者。あんたも名を名乗れ。そして俺の剣を受けてみろ。これは因縁の出会いか、きっと運命の出会いだ。共に戦おう四人で。この絵獣医師隊隊長トレビルコーだ。グレーにも程があるぞ、ダルタニア。ダルタニアって、俺のことか。まだ寝ぼけてんのか。アラミスだよな。人を指さすのはいただけませんけど。十歳屈指の実力者、三十歳といえば、俺たちのことよ。とりあえず顔を洗ってこい。おう。信じてくれる、説明できないこの違和感、なんだこれ。どうしたのエイミー、具合でも悪いの？そうよ、あんたがおとなしいと調子狂うわ。え、いや、なんでもないわ。ちょっとお手洗い。とりあえず顔を洗って。頭冷やそう。